はいどうも皆さんこんばんは、えー、今週の1冊の第345冊目かな、何冊目かちょっと忘れましたけども、えー、やりたい先週はちょっと申し訳ございませんでした、えーとまあ、いくつか理由がありましてね、一、まあ、つは、えー、と今僕は岐阜県の大垣市で仕事してるんですけども、大垣のアパートを引き払う退去のためにちょっといろいろバタバタしてたっていうのがありますね、他もう一つはあのワクチンのブースター接種、第3回目の接種を受けたっていうのがあって、まあ、その後遺症副反応、 えー、というのは結構、まあ、あのきつかったんで、まあ、その2つの理由が主な理由なんですけど、まあ、それでちょっと最初、えー、日曜日は休ませてもらいましたので申し訳ございません、えー、ということで、まあ、元気でやってますんでに2匹で元気でやってますんでねはいはいごめんありがとうねはいはいあなんですかはいよしとはいということですね えー、ということでああのまあ、前々回かなはあの東大教授若年性アルツハイマーになるっていう本を紹介したんですけどもまあなんか自分の中ちょっと闘病気ブームではないんですけどもやっぱり人が病にかかった時にどういう文章をね特に文章のプロですねものを書くプロっていうのはどういう文章であの自分のその体病気病んだ体っていうのを表現するか描写するかってことはすごい大きな問題でまあそれはあのやっぱりどんな人でもなるわけですねそれね。 まあだからそれを書くか書かないかっていうのは作家によってちょっと違うと思うんですけどもまあその中でやっぱ書く作家がいるわけでで今回もですねその新しい本ではないんですけどもまあ少し前に出た本ですね「聖寛」っという本ですね、うん、これちょっと Kindle の画面で申し訳ない本は持ってないんですけど「聖寛」という本がありまして、えー、この本があってあの、まあ、小林信彦って作家ですねこの人は作家であってまあもともとはテレビプロデューサーとかやってた方なんですけどもまあ現在89歳になるのかなも えーね、1932年生まれですから私の母と同じなんですね、えー、なのでまあ,あの89歳で大体同い年なんですけども絵、えー、になりますでまああの非常に長い活動をしてた人なんですけど84歳の時にですね、まあ、この帯の文章を見ますとですね脳梗塞からの生還新しい闘病文学と。 自宅で脳梗塞を起こした84歳の私、入院、転院、リハビリ、帰宅、骨折、再入院、私は本当に治癒していくのだろうかって書いてあって、実はこの本の後書きもすでに他の病気で病院に入っている時でで後書きを書いてるんですね、この方はね。それもあって、まあ、なかなか波乱に満ちた闘病になってます。闘病っていうか、やっぱりあの前も僕申し上げて、これ別に病と戦ってるわけじゃないので、病と共にあるってね、狂病とかね。 病友とかか言いい方のの方ふさわしいのかもしももれませんけどもだから本当闘病文学って言葉がこの腰巻きに書いてある文学って言葉がね本当に適切かどうかちょっとわかんないですよこれね、えー、でも「静観」って書いたのは小林信彦さんなりにやっぱり自分が生きて帰ってきたってことがまあ嬉しいのはもちろんだと思うんですけどもまあそういうまあ、さかね自分が84になる自分がまあ3度も入院するわけですよ。回回目脳梗塞で2回目で骨折 3回目骨折なんです、ね、だから脳梗塞リハビリ中に2回目3回目骨折してるわけでまあこれ足の骨を折ってるわけなんですねだからまだ彼はずっと車椅子生活なんですけどもまあ元々これ脳梗塞でねあの体の左側かな右左側が動かなくなって、えー、下半身がちょっと車椅子生活になってしまったんだけども。 まあそれでありながらまあ補助具を使わずに歩こうとして転んでしまって大腿骨骨折なんですね。これを二度やってしまうんですね。いうことがあってまあそういうのがあるので <laughs> まあそうねまさに静観に言葉にふさわしいですね。まあ彼にとっては作家ですからやっぱ静観というのは生きて元気で何かを書くことができるということが重要なのでまあこの本に関してこの本を書くこと自体がもう静観の一つの証しじゃないのかなって気がしますね。週刊文章にずっと連連載載を返したんですけどこの連載が、まあ あの一つの本になったって感じで実はこの後の連載も、えー、ちゃんとあの書かれてですね、えー、と実はこれ日本橋に生まれて彼日本橋の生まれなので昔の東京の日本橋区ですね日本橋区日本橋の生まれで、まあ、ずっと江戸時代からついたお菓子屋さん和菓子屋さんのせがれなんですけども、まあ、後を継がずにテレビの世界メディアの世界に行ったって方なんですけども、まあ、そういうこともあってこの本が続刊で出てるんですねだからこの今,日今回この両方紹介してもいいんですけど、まあ、やっぱりメインはあのこの闘病の話になると思うので。 そちらの方を紹介したいいと思いますねあとは「まあ週刊文春」の連載なんかこの「とりあえず本音を申せば」とかね「ね本音を申せば」シリーズってのがあってですね、えー、とか「また本音を申せば」とか、えー、こういうのがあってまあなかなかエッセイは読ませるんですね。えー、しかも彼はテレビ人でありますかテレビの俳優さんとかいろんな人についての言及っていうのは非常にまああの。 長いいいいこととテレビ見てててるる僕らにとっっ懐かしい人もいっぱい出てくるわけで、まあ、彼何しろ60年代からテレビの世界で活躍してる人ですからねだからすでに孤児になってしまった人も多いし、まあ、彼とほぼ同期であり野坂昭之とかね大島柳沙とか石、えー、堂敏郎とかそういう人みんな亡くなってるわけですけどもそういう人なんかの話も実に面白いんですねでまあ多分最も有名になったのはこの唐津市株式会社ってね 本がああってまあ、これは映画にもなりましたけども、えー、この本が多分一番よく読まれた本じゃないのかなって気がしますね。それ以外にも例えば小林明徳みたいな、えー、こういうね往年の俳優の,、えー、まああの名場面集みたいなのを書いたりとか、まあ、映画好きでもあったんでアメリカと戦いながら映画を日本映画を見たなんてちょっと皮肉たっぷりの。 文体ですけどそういうのを書いいの書ててやりますそれからあるいは、まあ、あの彼自身はアイドルファンって自称してるんですけどアイドルって言ってもいわゆる今のアイドルとはちょっと違って映画の女優さんとかタレントさんも全部含めてアイドルなんですねで今でもアイドルの写真集は買いまくってるみたいなんですけども元気になってねで伸びる女優消える女優なんて回この結構辛辣なものなんですねだからはっきりとテレビメディアの世界でそういうものを論じてる方じゃないのかなって気がしますね。 えー、でもちろんていうか作家としてはこの横目の静止度候補なんていうのはちょっと面白いこれとてもいい本なんですけどもこれの編集なんかもやってるわけでこれは小林家の本とはまた一段違った形での編集ということになってますね。もともとは芥川諸候補の作家でもあったわけですからこの「他の一族」なんていうので。 芥川賞候補にもなってます芥川氏候補は3回までかななので3回まあ候補になってて最終的には芥川賞を取ることはできなかったんですけども、まあ、その候補となっているってことでも作家として文筆の才能は抜群にあるんじゃないかなってことは言えるわけですね。でそれ以外にもえっ、ー、とあれちょっと待ってください画面がなかなか出てこないですけども、えー、それ以外にもいろんな活動をしてるところっていうのが と見えてくると思うんですけども、えー、そう僕としてはまあ一番好きな本なんですけどこれはあのまあ彼と彼の奥さんもそうなんですけどまあ新章と新章の親子が大好きなんですよ楽王がねだから名人新章そして新章なんて本があってこれ非常に優れた新章論新章論になってるのでこれは僕はあのまだこの本は文今文庫も出てますけどもまあ単行本だったとからずっと買って読んでますねだからあるいは植木しとくじやまかんびとかね まあ植木にはもうあの現役時代に台本書いたりとかあの放送の台本とかなんかを彼自身書いてますから、えー、親しいわけですね。であるいはおかしな男渥美教師なんていう渥美教師。これは非常に仲良かったんで渥美教師とはあのずっと差しで喋ってたような間柄だったようですね、えーこと。それからまあこれもなかなか面白いんですけど天才伝説横よくありますし安さんのことですね。えー、書いてる。まあ、だから髪型にもかなりこう造形が深いですね。えー、ことを書いてるんですね。 でまあ、自分自身としては自伝的な試みとして身長文化に出たいな和菓子屋の息子ってなのがあってある自伝的心、まあ、自分の自伝をまあこういう形で書いてることもあって、まあ、自分のことを書くのは割と得意なんですね。でまあ,あのその中でも特にまあ有名なのはこの「世界の喜劇人」って、まあ、もちろんこれはあのチャップリンがいてキートンがいてロイドがいて,がいてマルクス・バーザーズがいるわけですけどもそういう人たちのことを書いた本がまあ出ててこれは有名なんですけども、まあ、それをと前後して「日本の喜劇人」っていう。まあ もともとのタイトルは決定版でここに出てますけども、えー、と今僕の手元にあるのが、えーとね、この決定版というのは去年の5月に出た日本の喜劇人というので、まあ、喜劇俳優が全部でですね紹介されているですね。古川六波、榎本健一、森重久弥、フランキー酒井、クレイジーキャッツ、それからまあ小沢昭一、それから手玉屋んや三度それから天福リオコント555、ゆりとるというまあコメディアンですねが紹介されている。それから藤山完美があって、 まあ植木ととがってるわけまあ天覆塗料の中に入ってますけどもこういう人たちがずっと連綿とこう紹介されてるっていうのはなかなかすごい本で、まあ、決定版って書いたのに理由がありまして実はこう日本の危機人というのはもともとはです、ね、彼自身のペンネーム、まあ、小林信彦って本名を出すとですね、あの実家が怒るわけね。 自分のとこなお菓子屋、和菓子屋さんの後継ぎがそんな放送作家になっては困るわけで、だからそのを偽名つかすだけで、えー、中原弓彦っていう、まあ、ペンネームを使ったんですね。その時に書いた日本の喜劇人というのがあってこれ78年やったかな、77年やったかな、えー、ぐらいに出た本なんですけども、えー、そうです九1977年の9月3日に出た、これ,これは定本日本の喜劇人ということになってるんですね。ということで出てて、まあ、これは結構有名な本なんですけども、まあ、この本自身の中には、あのもちろんこの肖像採集もいっぱい載ってるんですけども、 え問いたね、まあ歌舞伎の評論家でも有名な人なですけども、豊田康二さんの序文がまず入っていて、でそれからあのテントの、黒テントなんかの佐藤信ですね、佐藤信との対談がある、それからまああの落語の評論で有名で、まあ特に八代目文楽のあの評論ではえー、まあ一線を隠してとても有名になっている安藤鶴を、安鶴さんっていうんですけど、安鶴さんとの対談、で安鶴と対談、佐藤信との対談、がれから豊田との対談というのがの、序文が載っているのが、この、えっ、ー、と、 日本の喜劇人ってやつなんですねところがいろいろと編集を繰り返して最終的にこの文庫本の新潮文庫出るえまあ日本の聞き記事なんでこうなると鳥田さんの序文とアントルさんと対談それから佐藤新との対談でのはなくなってて、まあ、そのテキストだけになるんですけども、まあ、何度も何度も書き直すんですね。 特に日本の危機基地に再設とか高度成長の影とかいうところで、まあ、これはだから金ちゃん、萩本欽一とビートたけしも加わっているわけで、まあ、そこはちょっと新しく加わっているわけですね、でそれだけじゃ済まないわけで、まあ、今、最終的にはこの決定版と出てるわけですけどもで、この決定版にはね、ちょうどコロナで亡くなった、亡くなって約2年経ちますけど、志村けんちゃんとかね。 今日もテレビでさっきやってましたけども、えー、志村けんのことがちょっと書いてあったりするということで、まあ、どん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 こう情報を増やしたわけででも一応本人的にはもう決定版ってこともあって、まあ、年齢的なこともあるしあの、まあ、コメディアンある意味の喜劇人って言葉ねこれはあの英訳できないですね翻訳できない言語なんだけどもこの喜劇人っていう世界観みたいなものに収まるのは多分志村けんの最後でいないだろうっていうそういう判断じゃないですかね漫才師とか落語家とかにもまた違ったもんだからね。 で、この決定版が出る途中で定本というのが出てるんですけども、この定本、すごいんです、こんな分厚い本で、箱入りのこうなっつたんですね。これが日本の喜劇人の定本で、実はこれは何かっていうと、えー、箱の中に入ってて、こんな箱を出すとこういう、まあ、なかなか派手な表紙なんですけども、えー、エンターテイナー版と、えー、喜劇人版って2巻に分かれてるんですね、これね。で、入ってて、まあ、これはだから、あの他のシリーズ、同じ日本の喜劇人で書かれた本とは違って、あの他のたくさんの。 あの劇団とかコメディアンとかなんかあるいはエンターテイナーとかね、えー、俳優とかなんかも全部入ってるってもん,なんでこれはお得版なんですよこれね。いや僕はこの本と元々は新潮文庫で読んでましたけどもそれで、えー、最近ね去年出てこの決定版があってでなおかつ中原由美子時代の最初に出た定本版ですね。 とということで、まあ、今のところ4種類持ってるんですけども、まあ、なかなかあの重なる部分も多いんですけども実際は新しく書き加えられた部分とか最後の部分なんかどんどん書き直されてますからねでなおかつあのあれですよ、ね、ビートたけしのとこなんかもやっぱりちょっと違うものが書いてあったりするのでやっぱりちょっと全部の版を読まなきゃいけないなって感じがあって、まあ、読んでおりますねというのがありますそういうのがあってまあ,あの、まあ、そういう 日本の経験人ということになるんですけども、えっ、ー、と、他の情報は特になかったかな、ちょっとすいません、えー、iPad あ、そうですね、そんなもんなんですね。だから、この横山氏とか、この厚美教師とかね、この横山氏の本なんかも、こういうものも、あの全部一冊の本に収まってるのは、この低本版ですね、えー、この大きい本のこのシリーズですね、この本に全部入ってるので、まあ、だから、この本をシリーズを買っとくと、まあ、お得な感じはするんですけども、まあ、でも今、この安さんの本とか、 あるいは渥美教師のま文庫本でも買えますのでね、まあ、そんなにあの慌てて買っていただくことはないのかなという気がしますけども、で、性感ですよ、性感。性感というのは、まあ、簡単に言えばですね、えーまあ、本人は分からないうちにいろんなことが起こっているわけですね、これは病気の人ってあのしばしばそういうことが起こるんですけど、自分がどういう状態になってて、自分がなぜどうして入院してるのかもよく分からない。 今の自分の状態を説明してほしいなんてのはすごくあるんですけど、まあ、小林さんはそういうことを書いてるわけ、信彦さんもね、そうやって書いてるんですけども、まあ後になってわかると、ある日寝る前に急に腰が、腰か足の力が抜け立てなくなったと、家族が呼んだ救急車で急性期病院の M 病院に運ばれたと、そこで脳梗塞と判断され、家の者がそう判断したから M 病院に運ばれて、たぶんしびれて動かなく歩けなくなったし、言葉の列が回らなくなったんで、脳梗塞だろうと家族が判断したわけですね。 2週間少しいてリハビリ専門の H 病院に移ったと命を取り留めたから健常者に近くなるような生活になれるよう訓練するよう、まあ、H 病院に移りここでの生活が約半年続いたとまあだから急性期の病院ですからリハビリやってませんあんまりねリハビリ専門の病院に移ってリハビリを中心にやって、まあ、半年いたわけですね それで我が家に戻ったが3週間後に基地に水を飲みに行って転倒、救急車を自分で呼んで J 病院に入り、全身麻酔の手術を受けて一応成功と、まあ回1回目の骨折はそうなんですが二2回目もまた同じようにこうやってこけてしまって、えー、まあ今度は奥さんが救急車で呼んでね、えー、まあコロナ以前の時代だからまだ良かったのかもしれませんけど、もしコロナの今の時代だったらなかなか大変かもしれませんね。いうことあって、まあ濃厚塞私自身も何度も言うように、2年前に脳梗塞で2度ほど入院してるわけですけども、だから、 多分こののののびこさんんん気持ちのほんの少ししでももかかるかもしれませんね例えば言葉の練習をするっていうのはこう発声練習をどんどんしなきゃいけないこととかえつまんない言葉の繰り返しであってもそういうのを練習することで少しずつ自分の言葉が出るように、ね、していくとかいうのは僕自身も経験してることなんで、まあ、その辺のこところはすごい共感して読めるんですねで面白いのはやっぱりあのあれですよねいろんな人をけんあの観察するわけね自分と同じ患者リハビリに出てくる患者を観察したりあるいは看護婦さんナースさんですねナースさん一人一人うう観察したりして まああの自分なりにあだ名をつけてナースにねでそれでまあやってあの処理したりとかね相手したりしてるところもあったりあるいはあのまあね森重久弥みたいなリハビリの療法士がいるみたいで,で森重久弥とか言うんだけどまあ相手にはあんまあ通じないわけですねで特に森重久弥っていうのはねあのコメディアンから俳優になったっていう本当は人なんだけど俳優の素質があってまあ コメだすねだ森重久也型のコメディアン、金劇人っていうのはなかなか今の世の中出てこないのかもしれませんけどもね、例えば、イカアチョウ長介、ドリフターズのチョウ長介はシリアスなドラマ出るようになりますよね。でもともと彼はね、あ,の、まあ、あんまりあの信彦さんは認めてないんだけども、ドリフターズの一員だったわけだから、コメディアンだったわけですね。バンドマンだったわけね。でそこから、まあ、あ,ああいうシリアスなドラマ出るようになるから。 まあでも、そうは言っても森月さんの場合は、そういう駅前旅館シリーズみたいなところでコメディアンとして出てくるんだけども、もともと俳優さんとしていたわけだし、いや、もともとその前は NHK のアナウンサーとしていたわけだから、だからそういうシリアスなところからコメディを通して、もう一回シリアスに戻るみたいな感じなんですね、そういうところが面白いんだけど、そんなことはどうでもいいんですが、そういうことも含めて、ああそういうタイプの利用者が出てくると、それを喜んだりなんかするとかいうシーンも出てきたりしますね。 やっぱり自分あの、ナースとのやっぱり,やり取りがうまくいかないことは結構イライラされてるみたいで、自分の体に今の状態を知りたいんだってことを常に言ってらっしゃいますね。だから今の状態を知りたいのに、ナースの方はあは骨がつながりましたから大丈夫ですよとかね、えー、これからご飯をちゃんと食べるようにしてくださいとか、なんか遠い話をするんですね。遠い話っていうのは、えー、距離も時間もね、自分が今いる時間、この瞬間というものから離れた話ですよね。 だから距離的にもねなんかそういうねあの骨はつながりましたって言われても自分の体から離れた、えー、距離にある自分の体のことをナースはなんか描写してるわけだから今今自分が置かれてる状況ですね。 まさに自分が歩けない状況とか寝たままの状況のことをうまく説明してほしいんだけどこれはでもナースには難しいしましてはお医者さんにもできるようなことではないかもしれませんね。これやっぱり医療全体の問題ですよね。なあの患者さんがどういう立場に置かれてるかっていうのは別に状況説明とか病状説明とかね症候とか兆候を説明するってことが説明ではありませんからね今。今まさに置かれてるそういう患者さんの実存ですよね。患者さんが実存的にどういう立場に置かれてるかってことをうまく説明できるような医者っていうのが多分本当は一番いい なんでしょうね。でもそれはなかなかそういう医者ってのは現れないかもしれないし、まあ、だから僕はこの「静観」って本を読んでやっぱ一番そういうことを感じましたねそういう医者がやっぱ現れるべきじゃないかなって気がしたんだけどもやっぱりびこさんの本を読んでるとあのそういう医者なかなか医者もねナースも現れてこないでやっぱりちょっとイライラしてるっていう感じの、えーね、イライラしてるっていう感じの側面が読み取られますねまあでも至るところやっぱりそういういろんな比喩とかね人のたとえとかが面白いしまあそのイライラしてるところも今となってまあ元気になった信こさん とということで読ませてもらえばいう、ねえー、のがあるのでまあだから自分の体をある意味おもちゃにしてねそれで語っていくところがあるのでまあ確かにシリアスであるし骨折をしたシーンなんかは、えー、結構すごいあのね 引き迫る場面なんでもうなかなかそういうところはちょっと、ね、襟を垂らして読まなきゃいけない膝を垂らして読まなきゃいけないところなのかもしれませんけども、えー、まあで,もではいってもねやっぱりこれは結構読ませてくれるものなんですね。えー、まああのついでながらこう「日本橋に生まれて」っていうこの続編のやつは、まあ、あの日本橋に生まれてっていうか自分自身の自伝的なことを書きながらも、うん、やっぱりそのやっぱりいろんな喜劇人のことをやっぱり書いてるとだから日本の喜劇人の続編みたいな感じでこの「日本橋に生まれて」っていう本を読むことができるんじゃないのかなと思いますね。 いうことなんですだからまあ,あのこれ「闘病記」とは書いてあるけども、まあ、確かに闘病記なんだけど自分の病気を、えー、まあなんていうのかなあの中心にしてまあ中心でそ,それを描くんだけども、まあ、それだけではなくて自分というものを一体どんなものなのかっていうのを病気を通してみると。 いうことですね、病気を自分を通して病気を見るんじゃなくて病気を通して自分ってもどういうものか動けなくなった自分話さなくなった自分、まあ、自分は、ね、左半身不随になったけども右手で字が書けると原稿を書けるわけねで、まあ、お家はね娘さん2人かないるんだけど全部編集者なんですよねだからあの編集者一家なのだからそういう意味では物を書くということに関して、まあ、みんな非常にその仕事として理解し合ってるし真剣、えー、な度合いも分かるわけで。 だからまあ彼はすぐにやっぱ原稿を書きたいわけで、ところが病院といのは原稿を書くような環境じゃありませんよ、ね、大体ね。まあ彼は全然あの 携帯スマホも持ってないしコンピューターで原稿が書けなくて原稿紙で書,きで書きますからね文字通り手が必要なわけですよ。まあ、僕自身はだいぶ麻痺はないけど右手の方がちょっと字を書くのは下手くそになってしまって今まで通りに字は書けなくなってしまったけども、まあ、少しずつ書いて練習はしてますけどこれなかなか難しいですね理学療法でもあの、ね、簡単な漢字とかなんか何度も何度も書かされるってうのをずっとやってましたけども。 まあ一個に上手くな,らないね。まあ、これは慣れるかあるいは今もワープレート打っちゃえば済みますから手書きで書くとのは自分でサインするぐらいですからねサインってのは読めなくていいわけですからだからそういうのでチャチャっとやってるからあんまり上手くはなってませんけども信彦さんに関しては右手ではちゃんと字が書けるみたいだし意識もはっきりしてるってことで、まあ、車生活がちょっと面倒、まあ、特にトイレのことがいっぱい出てきてね まあ、多分、絶対そうだと思うんですけども、僕は大丈夫だったけども、やっぱりあの下半身がやられてしまって、車生活になったり、寝たきりになると、一番問題なのは、やっぱりこのね、トイレですよね。で、このトイレっていうものをどういうふうに解決すればいいかってことは、まあ、非常に大きな問題で,で、こういうことについては、まああの、ちょっと笑えるような話が出てきたりして、それがまあ繰り返されているところはなかなか面白いところでありましたね、これね、えー。ということがありますね。だから、その、紙瓶を使って、お執行しなきゃいけないとかね。 あれはその詩瓶を使ってたって自分が動けないわけだから詩瓶のとこまで物を導いてもらうなきいけなんですねそれを誰にやってもらうかとかどういうふうにやればうまく出るかとか、まあ、そういうことなんかも書いてあってしかもこの詩瓶の名前がね「こぼれぬ」って言うんですよえなんかおしゃれなフランス語の名前見たらけど「こぼれぬ」ですからね、まあ、ちょっと笑っちゃいますけども、まあ、笑いのことドラマをいっぱい書いててのびこさんにしてみればこの「こぼれぬ」ってあまりにもダサい名前は本当に がっかりするよような感じですよね。そのこぼれぬという指びにこぼれないようにおしっこをするっていうこともありますから、まあ、そういうこともちょっと皮肉たっぷりに書かれてるところがあって僕には面白いとこだというふうに見ておりましたね。えー、ということで今日は短めなんですけども公式に札ちょっと何冊目か忘れてしまいましたけども、えー、小林信彦さんの「青函」という本ですね、えー、これを紹介させていただきました。はい、ではまた来週お疲れ様でした。じゃあねバイバイ。